オタクに優しいギャルはいる。こんにちは、週末です。今回こちら、ギャルゲーマーは褒められたい。間違えちゃいました。ギャルゲーマーに褒められたいという作品の特典と内容について話していきたいと思います。特典について話すってなんだ。はい、こちらですね、ゲシュマロ先生という方が書いている、ギャラクターがめちゃくちゃ可愛い、もうね、表紙だけでわかるんですけど、このギャルに、ね、主人公が褒められて最高になる気分の漫画でございます。で、あらすじはバッとこんな感じなんですけど、ゲーム関連でね、ちょっとプロゲーマーのコーチとして、その主人公からちょっと頼むんですけど、そして来てみたら、そのギャルだったと。で、ちょっとね、息遣いすら聞こえそうな距離での二人きりの授業と。ね、褒め上手なギャルゲーマーの言葉とスキンシップにドキドキが止まらないと。ね、モチベ点上げな二人の時間が始まると。こんな感じでね、ちょっとコマがなります。で、だからもう近いんですよね、このギャルの距離感が。ラブコメの多分ジャンルに入ると思います。こんな感じでね。で、1話がすごい短いんですよ。ツイッター漫画っていうのかな。だから話数はいっぱいあるんですけど、すごいボリュームたっぷりで。で、主人公、佐々木ライトっていう子で、ササッチと呼ばれています。で、ヒロイン、このね、リオンちゃんというキャラクター、プロゲーマーですよ。高校生で。主人公の方が1個年下なんですけど、高校生ですね、どっちも。で、これはすごいね、おすすめだから読んでみてください。で、もうそろそろ2巻が出るんですよ。9月の10日?ん?違うな。9月の9日だったかな。で、特典もたくさんあるんで、皆さんもちょっとチェックしてみてください。で、YouTuber で、YouTuber じゃない。YouTube でも、その声付き?声優の方が声を当ててる漫画がちょっと見れるので、ちょっとギャルゲーマーに褒められたいで検索してみてください。そう、川西健吾さん、あれだね、オルフェンズとか、ガンダムのとか、インデックスじゃねえや、レールガン T のソギータ軍派とかね、あれだ、ドクターストーンのね、名前が出てこない、ゴイスーでバイヤーなね、千空ちゃんみたいな、朝霧源だ、とかやってる方ですね、とか、大橋彩香さん、アイマースのシンデレラガールズ、うずきちゃんだっけ、ちょっとそこは見てないんですけど、とかは、あれだね、政宗くんのリベンジとかのね、ヒロインの、こうやってます。ちょっとキャラ名が出てこないんですけど。出てこないとは言わなくていいね。ちょっと歌詞とかでね、活動してる方が僕の中でちょっと印象は強いんですけど。はい、その二方がやってるので見してください。はい。で、ちょっと内容なんですけど、さっきも話した通りね、主人公が褒められるというもので、ただそれだけの話じゃないんでね、すごい内容もぎっしり、その奥深いっていうか、そのやりとりもね、面白いですし、ちょっとエチエチなね、場面もあるんですけど、おすすめです。で、コミックは書き下ろしもあるので、その先生のツイッターで見れるっちゃ見れるけど、コミックスはコミックスでおすすめ。でもツイッターはカラーっつうのかな、主人公、この普通の漫画なのですけど、ツイッター、先生のツイッターに出てるその漫画の方では、髪にちょっと色がついてたり、主人公の目が青かったりとか、ちょっとね、なんかおしゃれなんですよ。すごい部分部分に色がついてて。それめっちゃ好きなんだけど、漫画だと残念ながら、その紙版だと残念ながらね、色はついてないので、そこはちょっとネットはネットで、紙は紙で楽しめってことなのかもしれません。で、そのゲームなんですけど、その FPS? ゲーム、オンラインゲーム、自由のゲームですね。そのゲームなので、すごいだから、ゲームの内容についてあんまり触れられないんですけど、すごいだからやりとりが面白いものとなっております。で、ルール解説みたいなのもちょっと最初の載ってるので、載ってたと思うよ。こんな感じでね、バトルロワイル、FPS ですよ。さっきも言ったけど、こんな感じで、そうなってます。かっこいいよね。かっこいいかな。はい。ので、どちらもおすすめなので、チェックしてみてくださいと。そう。で、BPEX っていうゲームなんですよ。APEX じゃなくて。そこら辺ちょっと面白いっすよね。はい。で、純粋なキャラなのでね、ちょっと主人公がいいこと言うと照れたりね、するんですけど、主人公もちょっと引きこもってるんですよ。高校生で学校行ってなくて。で、後半でちょっとネタバレだけど、行くんですけど、ただの引きこもりじゃなくてね、ちょっと、ただのオタクキャラじゃないんですよ。ちょっと熱血っていうか、熱い心の持ち主で、行くぜみたいなキャラではないんだけど、ね、ところどころシーンが通ってる、好感の持てるキャラクターとなっております。で、このヒロインの子もね、キャラクターがすごい魅力的で、髪型とかもね、結構違ったりするんですよ、話ごとに。家でその髪をポニーテみたいにしたり、前髪上げたりみたいな。で、これも特典の一つなんですけど、特典、そう、メロブで買いまして、タペストリーと、こちら、ポストカードみたいなやつが、ね、
ついてきました。結構前に買ったやつなんだけどね。いいよね。いろいろと。いや、若いっていいですよ、本当に。若いっていいってどういうことだ。高校生だね。髪型も、ピンクってピンクありえないけどさ。やっぱこういうキャラクターいいよね。このほら、ギャルだからさ。こういうほら、上着を腰に巻くとかさ。やってたよ、小学生の頃。よく。格好つけみたいな感じになってましたけど。はい。で、まあ、キャラクターはね、この子だけじゃなくて、まあ、後輩キャラだったり、ちょっとこの同級生キャラだったり、いろいろいるんでね。ぜひチェックしてみてください。タペスリ開けましょう。これを開けるのがもう目的ですよ。この動画の目的は。で、なかなかね、刺激が強いんで、ちょっと小さい子は見ちゃダメかもしれない。いや、もう、ね、がっつり18禁タペスリなんて開けないけど、で、このね、棒があります。これ、組み立てるのちょっと大変なんだよね。通すだけだけど。じゃあ、行きますか。お、ピンクめっちゃ綺麗だな。じゃーん。ギャルゲーマー。おっとっとっと。下のどけようか。いやー、これね、すごいおすすめだから、マジ買ってみて。で、僕さ、予約さ、しそびれちってさ、2巻。あの、メロンブックスのタペ付きは取ったんだけど、ゲーマーズ版のタペ、取ってなくてさ、ちょっと今、当日買いに行くか悩んでるんですよ。普通にお仕事があるから、いつ買いに行くんだって話だけど、ここだけ写してどうすんだって。こんな感じで、ね。ほい、全体像は、素晴らしいね。家の中のベッドみたいな、まあ、このヒロインのこのね、リオンちゃんの部屋か、ベッドの上でね、写真とかもちょっと載ってるね。ピアスとか開けてるんだよね、やっぱギャルだから。ネイルとかさ、そういうのがちょっと苦手な人もいるとは思うんですけど、それをね、引いても、まあ、マイナス要素ってわけではないんだけど、そう。このね、可愛さですよ。ゲームのコントローラーもしっかりね、書かれてます。これは学生のリボンか。改めて見るとすごいね、マジ。うおっと。はい、こんな感じで。ちょっと目がよろしくね。ちょっとね、刺激がね、強いんで皆さん、気をつけてください。はい、そんなわけで皆さん、これなんだろうね、チョーカーってやつ？はい、あんまりね、長時間映していい、ね、イラストではないので、ここら辺でね、ちょっと撤収。ここならいいだろう。ほい、よいしょ。ちょっとカメラがね、むずいんすよ。雑魚カメラだからさ、使ってんのは。はい、ちょっとね、シワがついちゃって、ちょっとここら辺気になるけど、まあ仕方ないでしょう。はい、そんなわけでこちら、ギャルゲーマーに褒められたい。まあ、全国のね、オタク諸君の夢ですよ。家庭的っていうか、家庭教師的な感じでね、自分の部屋っていうか、家に訪れて、優しくゲームを教えてくれるわけっすよ。なんかキモいっすね。いやもう何笑ってんの、まったく。はい、そんな中でギャルゲーマーに褒められたい。皆さんぜひ買ってみてください。もう重版もねかかってるみたいなので、初版は手に入るか分かりませんが、私は初版です。羨ましいでしょ。初版はいいっすよ。もう重版できみたいなさ、帯も出てきちゃうけど、やっぱりね、初版がいいよ。初版が最高なんで、別に内容変わんないけど、たまに初版の誤植、ほら誤字とか文字とかさ、誤字とか脱字とかが初版にあって、重版されたものからちょっと修正されていくみたいなのもあるから、そういうのが、まあ、貴重っちゃ貴重だよね。そうで、そう、ゴジラ思い出した。で、この子ね、チャンピオンのことを、まあほら、そのゲームで優勝したチャンピオンなんだけど、チャンピオンのことをチャンポンって言ってるから、なんだチャンポンって食べ物かみたいな、ゴジかみたいなので思ったら、全部のセリフがチャンポンになってるんですよ。で、まあネットでチャンピオン、チャンポン違いみたいな調べたら、ちゃんとなんかあるみたいですね。そのチャンピオン、チャンポンっていう風習じゃないけど、言ってる、ちょっとまあそのゲームのね、ゲーム関連であるみたいです。そういうの本当に。だチャンピオン、チャンポンと言い間違えて、なんかみんなちょっと、お、チャンピオン、チャンポンみたいな感じで、なんかそういう言葉ができたみたいなのが載ってた気がします。ちょっとわかんないけど、まあ誤字じゃなかった。そこはね、勘違いでしたね。はい。そんなわけで、私はまあ、一巻はね、一冊しか持ってないんですけど、まあ当たり前なんですけど、メロンブックスのね、ものを買いました。で、2巻もたくさん特典がつくんですよ。タペ付きはメロンブックスとゲーマーズだけ。で、あれだね。他にもなんかコミック人とかだったかな。
まあいろいろな特典がね、ポストカードとかでね、の店舗ごとで結構ありました。5店舗以上あったかな。ちょっとそこら辺僕もね、一応頭に入ってないので分かんないんですけど、皆さんチェックしてみてください。発売日当日でも間に合うとは思うけど、確実性をね、はい、重んじるなら予約をしないとまずいですよ。はい、まあギャルゲーマーに褒められたいという作品でね、調べれば出てくるので、まずは先生のツイッターを見てちょっとね触れてみてください。作品に絶対にね刺さるから、オタクはね。ギャルゲーマーに褒められたい、こんな感じでね、点上げですよ。点上げだからギャルだから、ちょっと言葉もねギャルギャルしい感じなんですよ、キャラが。マジマジみたいな、こんなことは言ってないけど、なんだろうな、説明ができないよ。でもすごいね、今ちょっとあれなシーンが乗っちまったけど、はい、そんなわけで皆さん、オタクのね夢である優しいギャルね、オタクくんさーみたいな、これはまた違ったものなんですけど、そうオタクくんさーにならないためにね、はい、まあちょっと追いかけましょう優しいギャルを。はい、もう何話してんだか全然わかんねえや。ではおすすめなんで見てください。ご視聴ありがとうございました。ギャルゲーマーに褒められたいでした。